テスト4、女性たち。人々よ、あなた方を一人のもの、アーダム・アスタリスク、から作られ、彼からその妻を作られ、そしてその二人から多くの男女を、作り、広められた、あなた方の主アスタリスクを恐れるアスタリスクのだ。そして、あなた方が彼において頼み事をし合うの一条あったアスタリスクと、親戚の絆の断絶、を恐れアスタリスクよ。本当にあったアスタリスクはもとより、あなた方の一部始終を見守られるお方である。また、孤児に彼らの財産を与えるのだの一条。そして、あなた方の財産、悪いものと、孤児の財産の良いものを取り替えてはならない。また彼らの財産を、あなた方の財産と一緒くたにして貪ってもならない。本当にそれは大きな罪なのだから。もし、あなた方が、女の、孤児に対して公正を貫けないことの一条を恐れるのならば、あなた方に合法な女性を二人でも、三人でも、あるいは四人でもめとるがよい。そしてもし、複数の妻をめとったら、彼女らを、平等に扱えないことを恐れるのなら、妻は一人だけにするか、あるいはあなた方の右手が所有するもの、奴隷アスタリスクの女性、だけに、とどめておくのだ。そうすることが、あなた方が罪を犯さずにいるために、より無難なのである。そして、夫となる者たちを、女性たちには婚資金アスタリスクを、贈り物として与えるのだ。もし、彼女らがあなた方のために、自ら進んでその一部を譲歩し、あなた方に贈与するのなら、それをよく、合法なものとして受け取るがよい。また、あったアスタリスクがあなた方の生活の基盤とされた財産を、無分別なものの一条に渡してはならない。そしてそれでもって彼らを扶養し、衣服を与え、適切な言葉で話しかけるのだ。また、結婚、適齢期の一条に達するまで、孤児を試すのだ。そして、もし彼らに十分な分別があると認めたならば、彼らの財産を彼らに渡せ。また、彼らが成人する前にそれを浪費したり、先手を取って使い込んだりしてはならない。後見人が裕福ならば、孤児の財産に対して、つつましくあるようにし、貧乏ならば、そこから必要に応じて、適度に使うがよい。また、彼ら、孤児にその財産を返還するときには、彼らに対して承認を立てるのだ。アッダーアスタリスクだけで、生産者アスタリスクは十分なのである。多かれ少なかれ、男性には両親と近親が残したもの、遺産からの取り分があり、女性にもまた両親と近親が残したもの、遺産からの取り分がある。定められた取り分として、である。そして、遺産の分配の場に相続権を有さない親戚や孤児や貧者アスタリスクらが現れたら、そこからいくらか物を施してやるのだ。そして彼らには、適切な言葉の一条で話しかけよ。もし自分たちの死後に貧弱な子孫を残せば、彼らのみを案じる者には、自分の貢献下にある孤児らのことも、それと同様に恐れさせよ。そしてあったアスタリスクを恐れの一条させアスタリスク、的確な言葉を語らせるにのだ。本当に孤児の財産を不正アスタリスクに貪る者たちは、炎を食べて、それを腹の内に詰め込んでいるに外ならない。そして彼らは、地獄の烈火の中に入り炙られることになるのだ。アッダーアスタリスクはあなた方に、あなた方の子供の相続に関して、このように命じられる男には、その姉妹である女の倍の取り分がある。もし男がおらず、女が二人以上いる場合、彼女たちには、親の残したもの、遺産の三分の二が配当分としてある。
そして女一人しかいない場合には、彼女には遺産の半分がある。彼、個人に子供があるならば、その両親にはおのおの、彼の遺産から6分の1がある。彼、個人に子供がなく、その両親だけが彼を相続した場合、母親には3分の1がある。彼、個人に複数の兄弟姉妹がいる場合、母親には6分の1である。これらの分配は、彼が残した遺言の実行と抱えていた債務の清算後に行われる。あなた方の父母とあなた方の子供と、どちらがあなた方にとってより有益の一条かを、あなた方は知らないのだ。これらは、アッターアスタリスクからの義務として定められたもの。本当にアッターアスタリスクは元より前置者、英知あふれるアスタリスクお方なのだ。男たちよ、亡くなったあなた方の妻に子供がない場合、あなた方には彼女らの残したもの、遺産の半分がある。そしてもし彼女らに子供がある場合は、あなた方には彼女らの残したものの、4分の1がある。これらの分配は、彼女らが残した遺言の実行と抱えていた債務の清算後に行われる。また、男たちよ、あなた方に子供がない場合、彼女ら、あなた方の妻たちにはあなた方の残したものの4分の1がある。そしてあなた方に子供がある場合、彼女らにはあなた方の残したものの8分の1がある。これらの分配は、あなた方が残した遺言の実行と抱えていた債務の清算後に行われる。もし男あるいは女が、子供も親もない状態で亡くなって遺産を残す場合、彼または彼女に義父、兄弟か姉妹が一人だけいるのなら、その各々には遺産の6分の1がある。そしてもし、その異父兄弟姉妹が、それ、二人以上であれば、彼らは三分の一を共同で受け取る。これらの分配は、個人によって、残された害悪のない遺言の実行、と、抱えていた債務の清算後に行われる。これらは、アッターアスタリスクからの仰せつけ、としてのもの。アッターアスタリスクは前置者、寛大なアスタリスクお方であられる。それらは、アッターアスタリスクの決まり。アッターアスタリスクとその使徒アスタリスクに従う者は誰であろうと、彼、アッターアスタリスクがその下から河川の流れる楽園に、その者をおいでになる。彼らは、そこに永遠に泊まるのだ。それはこの上ない成功なのである。そして、アッターアスタリスクとその使徒アスタリスクに逆らい、彼、アッターアスタリスクの決まりを破る者は誰でも、彼、アッターアスタリスクがその者を地獄においでになる。彼は、そこに永遠に泊まるのだ。彼には、屈辱的な懲罰がある。あなた方の女性のうち、修行の一条を働いた者があれば、あなた方のうちから彼女らに対し、それを証言する、四名の証人を立てよに。もし彼らが、それを、証言したならば、彼女らが天寿を全うするか、あるいは、アッターアスタリスクが彼女らのために、別の、道さんをお決めになるまで、彼女らを家の中に拘束するのだ。そして、あなた方のうち、それ、婚外交渉、を犯した二人を外世の一条。彼らが介護して、行いを、正したならば、彼ら、への仕打ち、絡みを引くがよい。本当にアッターアスタリスクはもとより、よく介護を受け入れられるお方、慈愛深きアスタリスクお方であられるから。アッターアスタリスクが介護を受け入れになるのは、無知ゆえにの一条悪事を犯しても、その後すぐにに悔い改めるものだけである。そしてそれらの者たちこそ、アッターアスタリスクが介護を受け入れになる者たちなのだ。アッターアスタリスクはもとより、前置者、英知あふれるアスタリスクお方。そして、アッターアスタリスクに受け入れられる、介護とは、あなた方のうち、悪行を行い続け、
死が訪れる時になって、私は今、悔い改めました、などという者たちや、不信仰者アスタリスクのままで死を迎える者たちのためのものではないの一条。それらの者たちのためにこそ、我らアスタリスクは痛ましい懲罰を準備しておいたのである。信仰する者たちを、嫌がる女性、自身、を相続することの一条は、あなた方に許されない。また、あなた方、夫、は、婚資金アスタリスクとして、妻に送ったものの一部を持ち去ろうとして、彼女らに嫌がらせをしてはならないに。ただし、彼女らが紛れもない修行さんを働いた場合は別である。また妻とは、適切な形で付き合うの四条のだ。もし、あなた方が、何らかの厳正的理由ゆえに、彼女らを嫌ったとしても、忍耐アスタリスクせよ、の五条。あなた方は、あったアスタリスクがそこにたくさんの善着物をご用意くださっているものを、嫌っているのかもしれないのだから。あなた方が、現、妻を、離婚して、他の女性と取り替えたいならば、彼女、現妻に、婚資金アスタリスクとして、大金を送っていても、そこから一銭たりとも取り返してはならないの一条。あなた方は大嘘と紛れもない罪を犯して、それを取り戻そうというのか。一体、あなた方はそれ、妻に送った婚資金アスタリスクをいかに取り戻すというのか。あなた方はすでに近づき、交わり、愛、彼女らはあなた方から厳粛なる確約の一条を得ているというのに。あなた方の父が結婚した女性と結婚してはならない。ただし、すでに過ぎ去ったことの一条は問われない。本当にそれは修行、憎むべきことにであり、なんと忌まわしい道であることか。あなた方、男性、には、以下の女性をめとることが、禁じられた、あなた方の母親たちの一条。あなた方の娘たちに、あなた方の姉妹たち、あなた方の宿、泊、母たち、あなた方の母方の宿、泊、母たち、兄弟の娘たち三、姉妹の娘たちの四条。あなた方に授乳した乳母たち、父姉妹たち、あなた方の妻の母親たち、あなた方が床入りした妻からの連れ子で、あなた方の家で養育された娘たちの御嬢もし、あなた方がまだ彼女ら、その母親、と床入りしていなければ、その娘をめとることに、罪はない。あなた方の後輩部から出たの六条、あなた方の息子の妻たち。また、姉妹同士を、同時に、めとること、も禁じられた。ただし過ぎ去ったことの七条は、問われない。本当にあったアスタリスクはもとより、許し深いお方、慈愛深いアスタリスクお方であられる。また、夫のある女性もあなた方に禁じられた。ただしあなた方の右手の所有する者、奴隷アスタリスク女性は別であるの一条。あなた方に対するアッダーアスタリスクのご命令として、アッダーアスタリスクはこれらの女性との結婚を禁止された。それら以外の女性であれば、あなた方が自らの財産、婚資金アスタリスクを持って、低粛に、姦淫を犯すことなく、彼女らとの結婚を望むことは、あなた方に許されている。あなた方が彼女らから喜びを得たら、義務として定められた婚資金アスタリスクを、彼女らに送れに。義務、である、結婚契約における婚資金アスタリスク額の合意、の後、あなた方、双方、が合意したものについては、その額を変更しても、あなた方に罪はない。本当にあったアスタリスクはもとより、全知者、英知あふれるアスタリスクお方である。あなた方のうち、自由民の信仰者女性をめとる力のない者は、あなた方の右手が所有する信仰者の娘、奴隷アスタリスク女性、たちから、めとるがよい、アッダーアスタリスクは、あなた方の信仰心を最もよくご存知である。
あなた方は、お互いにつながっているのだの一条。それであなた方は彼女らの所有者たちの承諾を得て、彼女らと結婚するがよい。そして彼女らに、適切な形にで婚資金アスタリスクを送るのだ。彼女らが、定宿で、公然と、姦淫を犯すのでもなく、情婦を持ったりもしないように。結婚した後、彼女らが、婚外交渉の、就効を働いたならば、彼女らには、自由民の女性が課されるもの、罰、の半分算が課せられる。それ、奴隷アスタリスク女性との結婚は、あなた方のうちで苦難の四条を恐れる者のためである。そして、低節さを持ちつつ、彼女らと結婚せずに、忍耐アスタリスクする方が、あなた方にとってより良いのだの五条。アッダーアスタリスクは、許し深いお方、慈愛深いアスタリスクお方である。アッダーアスタリスクは、あなた方に、正しい教えを、明示して、あなた方を以前の者たちの、正しい、道へと導き、あなた方の介護を受け入れになることを望まれている。アッダーアスタリスクは、全知者、英知あふれるアスタリスクお方。アッダーアスタリスクは、あなた方の介護を受け入れになることをお望みになる。そして欲望に従う者たちは、あなた方が、正しい宗教から、大きく逸脱、することを望むのだ。アッダーアスタリスクは、あなた方、の負担、を軽減するように望まれる。人間は弱く作られているのだから。信仰する者たちを、あなた方の間で自分たちの財産を不当に貪ってはならない。しかし、あなた方の間で合意のもとに行われる商売取引であるなら、別である。そしてあなた方自身を殺してはいけないの一条。本当にアッダーアスタリスクはもとより、あなた方に対して慈愛深いアスタリスクお方であられる。そして、そのようなことを侵害と不正アスタリスクをもってする者は、我らアスタリスクが豪華に放り込んで炙ってやろう。そのようなことはアッダーアスタリスクにとって、そもそもたやすいことなのだ。信仰者たちよ、もしあなた方が禁じられている滞在アスタリスクを避けるのなら、我らアスタリスクは、それ以外のあなた方の悪事の一条を帳消しにし、あなた方を栄誉ある入りところ、天国に入らせよう。アッダーアスタリスクがあなた方のあるものに対し、他のものよりも多くお恵みになったものに関して、羨望するのではない。男たちには彼らが稼いだもの、行い、による取り分があり、女たちにも彼女らが稼いだもの、行い、による取り分があるのだ。羨望する代わりに、アッダーアスタリスクの恩寵を請うがよい。本当にアッダーアスタリスクはもとより、すべてのことをご存知であられるお方なのだから。我らアスタリスクは各人に、その両親と近親が残す者の相続者たちを定めた。そして、あなた方が、盟約の、誓いを交わした者にも、その取り分を与えよの一条。本当アッダーアスタリスクはもとより、すべてのことの承認であられる。男たちは女たちの看護役である。それはアッダーアスタリスクが、一方、女たち、よりも多くのものを他方、男たち、にお授けになったためであり、また彼らが、妻たちのために、自らの財産から拠出するためである。正しいアスタリスク女たちとは従順の一条で、夫の、不在にもアッダーアスタリスクのご守護によってよく遵守するにもの。そしてあなた方が、自分たちに対する。その不従順さを恐れる女たちは、まずは、彼女らを、良き言葉で、戒め、それでも効き目がなければ、寝室で彼女らを遠ざけさん、そして、それでも効き目がなければ、叩くのだの四条。もし彼女らがあなた方に従順にするのなら、彼女らに、それ以上の、咎め立てをするのではない。
本当にあったアスタリスクはもとより、思考のアスタリスクお方、大いなるアスタリスクお方であられる。夫婦それぞれの後見人たちよ、あなた方が、夫婦、両人の不和を知ったなら、事情の調査と問題の解決に臨ませるべく、彼の一族から一人の仲裁人と、彼女の一族から一人の仲裁人を使わすのだ。もし、仲裁人、両人が、夫婦間の改善を望むのであれば、アッターアスタリスクは、夫婦、両人の間を正しく導いてくださろうからの一条。本当にアッターアスタリスクはもとより、全知者、通行されているお方。アッターアスタリスクを崇拝アスタリスクし、彼と共に何者をも並べてはならないの一条。そして両親に孝行し、親戚、故事、貧者アスタリスク、近い隣人、遠い隣人に、道連れの仲間さん、旅路、で苦境、にあるもの、あなた方の右手が所有するもの、奴隷アスタリスク、にも、善行を尽くせ。本当にあったアスタリスクは、尊大ぶったもの、高慢ちきなものをお好みにはならない。彼らは、ケチで、人々にもまた吝嗇を勧め、アッターアスタリスクが彼らに授けてくださった恩恵を隠蔽する者たちの一条。我らアスタリスクは、不信仰者アスタリスクたちに屈辱的な懲罰を準備しておいた。また、彼らは、人々の視線ゆえにその財産を施し、アッターアスタリスクも最後の日アスタリスクも信じない者たち。誰であろうとシャイターンアスタリスクが自分の相棒であるもの、それは相棒としてなんと忌まわしいことか。もし彼らがアッターアスタリスクと最後の日アスタリスクを信じ、アッターアスタリスクが彼らに授けてくださったものから施したところで、一体何の害になろうか。アッターアスタリスクはもとより彼らを、よくご存知のお方。本当にアッターアスタリスクは、ほんのわずかな重みさえも、不正アスタリスクに扱われたりはしないの一条。そして、そのわずかなものが、善行であるならば、それを何倍にもされ、そしてその大元から、偉大なる褒美をお授けになるのだ。地とアスタリスクよ、復活の日アスタリスク、我らアスタリスクが各共同体から証人の一条を連れてきたら、そしてあなたをこれらの者たちに対する証人として連れてきたら、彼らのありさまはいかなるものとなろうか。その日、不信仰に陥り、死とアスタリスクに従わなかった者たちは、大地と共に平らにされ、鉄地となり、蘇らされることなどなかったなら、と願う。彼らはアッターアスタリスクに対して、何一つ黙秘できないの一条のである。信仰するたちよ、あなた方が酔っ払った時の一条には、自分の言うことが理解できるようになるまで礼拝に近づいてはならない。また、ジャナーバアスタリスクの状態にある時も、ただそこを通過する者に以外は、全身沐浴した後で、なければ、礼拝と礼拝所に近づいてはならない。もし、あなた方が病気さんや旅行中であったり、あなた方の誰かが窪地から戻って、来たりの四条、女性と交わったりした後に、汚れを清めるための水を見つけられなかった時は、症状な地面へと向かい、それに触れ、あなた方の顔と両手を撫でよの五条。本当にアッターアスタリスクはもとより、よく感受されるお方アスタリスク、許し深いお方である。地とアスタリスクよ、あなたは、経典を幾ばくか授けられたにもかかわらず、導きを打って、名門をあがないの一条、あなた方、信仰者たち、を、も、彼らと共に、道に迷うことを望んでいる者たちを知らなかったのか。アッターアスタリスクはあなた方の敵を最もよくご存知である。
庇護者アスタリスクとしてアッターアスタリスクは万全であり、また、援護者としてアッターアスタリスクは万全である。ユダヤ教徒アスタリスクである者たちの中には、経典の言葉を本来の意味合いからすり替え、また、預言者アスタリスクムハンマドアスタリスクに対し、その舌を歪め、宗教を誹謗して、こう、言う、民がいる、私たちは、あなたの言葉を、聞きはするが、あなたの命令には、逆らう、聞いてみよ、聞きはしないだろうが、の一条、私たちに配慮せよ、に。もし彼らが、私たちは聞き、従います、私たちのことを、聞いてください、私たちを見守ってください、さん、というのならば、それが彼らにとってより良く、より正しいのである。しかしアッダーアスタリスクは彼らの不信仰ゆえ、彼らを呪われたの4条。彼らは、わずかばかりしか信仰しないのだから。経典を授けられた民アスタリスクよ、あなた方のもとにあるもの、トーラーアスタリスク、を確証する、我らアスタリスクが下したもの、クルアーンアスタリスク、を信じよ。我らアスタリスクが、不信仰の報いとして、顔を消し、それを後ろ向きにしてしまう前に。あるいは、我らが土曜日の人々の一条を呪ったように、彼ら二を呪ってしまわない前に。アッダーアスタリスクのご命令はもとより、成し遂げられることになっているのだ。本当にアッダーアスタリスクは、彼と共に何かが並べられること、シルクアスタリスク、お許しになることはないが、それ以外のことは、お心にかなうものにお許しになる。アッダーアスタリスクに対してシルクアスタリスクを犯す者は誰でも、この上ない罪を確かに捏造しているのだ。使徒アスタリスクよ、あなたは、自分自身の清らかさを主張する者たちの一条を知らなかったのか。いや、アッダーアスタリスクがそのお心にかなうものを、お清めになるのだ。そして彼らは、糸くずにほどさえも不正アスタリスクに扱われることがない。使徒アスタリスクよ、見よ、彼らがアッダーアスタリスクに対して、いかに嘘をでっち上げているかを。それだけで十分、明白な罪に値するのだ。使徒アスタリスクよ、あなたは知らなかったのか。経典を幾ばくか授けられたにもかかわらず、ジブトとターグートの一条を信じ。不信仰者アスタリスクたちに対して、これらの者たち、不信仰者アスタリスクは信仰する者たちよりも、より正しい道に導かれている、という者たちを。それらの者たちは、アッダーアスタリスクが呪い玉歌の一条者たちである。誰であろうとアッダーアスタリスクが呪い玉う者に、あなたはいかなる援助者も見出すことがないのだ。いや、彼らには、王権の一部でも属しているというのか。の一条では、そうであったとしても、彼らは反転一つにほども人々に与えはしないであろう。いや、彼らはアッダーアスタリスクがお授けになった恩寵に対して、人々を妬んでいるの一条のか。我らアスタリスクは確かに、ビブラーヒームアスタリスクの一族に経典と英知にを授けたのであり、彼らに偉大なる王権を与えたのだ。それで、彼らのうちにはそれ、預言者アスタリスクムハンマドアスタリスクに下った啓示を信じた者も、それを自分たちと人々から阻んだ者もある、嘘呼ばわりする者たちよ、あなた方には燃え盛る地獄だけで十分である。本当に我らアスタリスクの御帳を信じない者は、やがて我らが豪華に入れて炙ってやろう。彼らの皮膚が焼き上がるど、我らアスタリスクは彼らに別の皮膚を取り替えてやるのだ。彼らが、ずっと、懲罰を味わうようにするためである。本当にアッダーアスタリスクは、もとより、威力並びないアスタリスクお方、英知あふれるアスタリスクお方。
一方、信仰して正しい行いアスタリスクを行う者たち、我らアスタリスクは彼らを、その下から川が流れる楽園に入れてやろう。彼らは、そこにずっと永遠に泊まるのだ。そこには彼らのために、純潔な妻の一乗たちがいる。そして我らアスタリスクは彼らを、幾重にも重なる印の中に入れてやるのだ。本当にあったアスタリスクは、あなた方が信託をその権利主に返すことの一乗を、そしてあなた方が人々の間を裁くときには公正さによって裁くことを、ご明示になる。実にあったアスタリスクは、その訓戒の何とも素晴らしいお方。本当にあったアスタリスクは、もとより、よくお聞きになるお方、よくご覧になるお方である。信仰する者たちよ、あったアスタリスクに従い、そして使徒アスタリスクと、あなた方のうちの長たちの一条に従え。そして、あなた方が何かで争った時には、それ、についての裁定、オアッターアスタリスクと使徒アスタリスク、ムハンマドアスタリスク、に返すのだに。もしあなた方が、アッターアスタリスクと最後の日アスタリスクを信仰しているのならば、である。それが最善なのであり、最良の帰結なのだ。使徒アスタリスクよ、あなたに下されたもの、クルアーンアスタリスク、と、あなた以前に下されたもの、その他の過去の経典を信じたと標榜する、義神、シャアスタリスクたちを、あなたは知らなかったのか。彼らはそれを拒むよう、確かに命じられたというのに、自分たちの争いに関して、ターグーとアスタリスクに裁定してもらうことを望んでいる。チャイターンアスタリスクは、彼らを、聖堂から、遠く迷い去らせることを欲しているのだ。また、彼らに向かって、争いの裁定のために、アッターアスタリスクが下された者と使徒のもとに来なさい、と告げられたとき、あなたは、疑心者アスタリスクたちが、あなたからそっぽを向いて背き去るのを見たのである。彼ら、偽信者アスタリスクたち、が、自分たちが言ったことゆえに災難に遭遇し、それからあなたのもとにやってきて、私たちが望んだのは、裁定における、善行と朝廷に外ならない、とあったアスタリスクに誓うとき、彼らの状況は、どうなるであろう。それらの者たちは、アッターアスタリスクがその心の内にある者の一条をご存知である。ならばあなたは彼らを罰さず放っておき、戒め、彼らの心に届く言葉で彼らに語りかけるがよい。我らアスタリスクが使徒アスタリスクを使わしたのは、彼があったアスタリスクのお許しのもと、人々に従われるために外ならなかった、使徒アスタリスクよ。もし彼らが自らに不正の一条を働いたときに、あなたのもとにやってきてアッターアスタリスクのお許しをごい、そして使徒アスタリスクが彼らのために、アッターアスタリスクのお許しをこうたならば、彼らはアッターアスタリスクがよく介護をお受け入れになるお方、慈愛深いアスタリスクお方であることを見出したであろうに。あなたの主アスタリスクに誓って、彼らの間の争いに関して、彼らがあなたにその裁定を仰ぎ、それからあなたが裁決したことについて、彼らが自分自身のうちに少しの不満も見出さず、完全に受け入れるようになるまでは、彼らは、真に、信仰してはいないのであるの一条。また、たとえ我らアスタリスクが彼ら、偽信者アスタリスクたち、に、互いに殺し合えの一条。あるいは、故郷から出て行け、と義務付けたとしても、そうするのは彼らの中のわずかな者たちだけであっただろう。そして、もし彼らが、アッターアスタリスクとその使徒アスタリスクから、忠告されることに従ったならば、それは彼らのためによりよく、彼らの信仰心を、より堅固にするものだったのだ。そうすれば、我らアスタリスクは彼らに、我らアスタリスクの大元からの偉大な褒美を授けたのだが。
そして、我らアスタリスクは彼らを、まっすぐな道に導いたのだが。誰であろうとアッダーアスタリスクと使徒アスタリスク、ムハンマドアスタリスクに服従する者、それらの者たちは、来世において、預言者アスタリスクたち、大層な正直者たちの一条、殉教者、正しいアスタリスク者たちといった、アッダーアスタリスクが恩恵をお授けになった者たちと共になろう。それらの者たちは、なんと素晴らしい同伴者だろうか。その恩寵は、アッダーアスタリスクからのもの、である。アッダーアスタリスクは全知者として万全であられる。信仰する者たちよ、用心せよ。そして分隊で、あるいは総勢で出征するのだ。本当にあなた方の中には、まさしく、出征にわざと、遅れを取る者がいる。そしてもしあなた方に災難が襲いかかれば、アッダーアスタリスクはまさに、私に恩恵を授けてくださった。私は彼らと共に、戦場に、いなかったのだからなどという。そして、もしもアッダーアスタリスクの恩寵の一条があなた方に降りかかれば、まるであなた方と彼の間に何の愛情もなかったかのように、まさに、こう、言うのだ。ああ、もし私が彼らと一緒にあったならば。そうすれば、私は大きな収穫にを得たのに。ならば、現世の生活と引き換えに来世をあがなう者は、アッダーアスタリスクの道において戦え。誰であろうとアッダーアスタリスクの道において戦う者は、殺されようがあるいは勝利を収めようが、我らアスタリスクがこの上ない褒美を与えることになるのだ。の一条。信仰者たちよ、あなた方がアッダーアスタリスクの道において戦わないのは、一体どういうことか。そして、我らがオモアスタリスクよ、その民が不正アスタリスクを働いているこの町、マッカアスタリスク、から、私たちを、救い、出してください。そして私たちに、あなたのオモトから庇護者アスタリスクをお使わしください。私たちに、あなたの元から援助者をお使わしください、と、祈って、言う、男たちや女たち、子供らといった弱者たちの一条のために、戦わないのは。信仰する者たちは、アッダーアスタリスクの道において戦い、不信仰に陥った者アスタリスクたちは、ターグーとアスタリスクの道のために戦う。ならば、シャイターンアスタリスクの盟友の一条と戦え。本当にシャイターンアスタリスクの策謀は、そもそも脆いものであるから。使徒アスタリスクよ、あなたは知らなかったのか、敵に手を出すのではない。そして礼拝を遵守しアスタリスク、常在アスタリスクを施すのだ、と言われた者たちの一条を、にもかかわらず、彼らに戦闘が義務付けられた時には、どうであろうか、彼らの一派はあたかもアッダーアスタリスクを恐れるか、あるいはそれよりもっと強い恐怖でもって、人々にを恐れるのだ。そして、彼らは、こう、言う、我らがオモアスタリスクよ。あなたはどうして、私たちに戦闘を義務付けられたのですか？しばしの間、私たちに猶予を与えてくださいませんか？使徒アスタリスクよ、言ってやるがいい。現世の享楽はわずかなものであるが、来世の方が経験アスタリスクである者たちにとって、より良いのだ。そしてあなた方は、糸くず三ほどさえも不正アスタリスクに扱われることがない。どこにいようと、死はあなた方に降りかかる。たとえあなた方が、堅固な砦の中にいたとしても、彼らは自分たちが良い目に遭えば、これは、アッダーアスタリスクからのものだ、という。そして悪い目に遭えば、これはあなたのせいだ、という。言ってやれ、すべてはアッダーアスタリスクからのものである。それらの民が、ほとんど話を理解することがないのは、どういうことか。
人間よ、あなたに降りかかったいかなる善気者も、アッダー・アスタリスクからのものである。また、あなたに降りかかったいかなる災難も、あなた自身からのものであるの一条。死とアスタリスクよ、我らアスタリスクはあなたを、人々への死とアスタリスクとして使わした。アッダー・アスタリスクは証人として万全なるお方であられる。誰であろうと死とアスタリスク、ムハンマド・アスタリスクに従う者は、実にアッダー・アスタリスクに従ったのだ。そして我らは、死とアスタリスクへの服従を拒んで、背き去る者に対し、あなたを監視役として使わしたのではないの一条。彼らは、あなたの前では、私たちのすべきは、服従です、という。そしてあなたの元から立ち去ると、彼らの一派は、あなたに、言うこととは違うことを、夜中に企むのだ。だがアッダー・アスタリスクは、彼らの夜中の策謀を記録なされる。ならば彼らに背を向け、アッダー・アスタリスクに、すべてを、委ねるアスタリスクのだ。アッダー・アスタリスクこそは、すべてを受け負われるアスタリスクお方として万全であられる。一体彼らは、クルアーン・アスタリスクを熟慮しないのか？もしそれがアッダー・アスタリスク以外のものに由来するものであったなら、彼らはその中にたくさんの相違点を乱したであろうに。また彼らは、安全や恐怖に関わる諸事の一条の知らせが訪れると、それを言いふらす。もし彼らがそれを死とアスタリスクに、そして権威を有する者たちに伝えたなら、彼らのうちでそこから、正しい結論を導き出すことのできる者は、それさんを知ったことであろうに。もし、あなた方に対するアッダー・アスタリスクのご恩寵とご慈悲がなかったならば、わずかな者たちを除き、あなた方はシャイターン・アスタリスクに従ってしまったことであろう。ならば、預言者アスタリスクよ、アッダー・アスタリスクの道において戦うのだ。あなたが課されるのは、自分自身のみの一条。そして信仰者たちを戦いへと激励せよ。きっとアッダー・アスタリスクは不信仰に陥ったモノアスタリスクたちの猛威を阻んでくださろうから。アッダー・アスタリスクは猛威がより厳しく、懲罰がより激しいお方。2. 良い取りなしをする者には誰でも、その良い褒美の分け前があろう。また悪い取りなしをする者には誰でも、その、罪の、取り分があろう。アッダー・アスタリスクはもとより、すべてのことを監視されるアスタリスクお方。あなた方が挨拶されたら、それよりもっと丁重な挨拶をするか、あるいはそれ、同様の挨拶、を返すのだ。本当にアッダー・アスタリスクは、もとより、すべての生産者アスタリスクであられるのだから。アッダー・アスタリスクは、彼以外に崇拝アスタリスクすべきものがないお方。彼は必ずやあなた方を、疑惑の余地のない復活の日アスタリスクに召集される。一体、アッダー・アスタリスクよりも真実を語るものがあろうか。信仰者たちよ、あなた方は、どうして偽信者アスタリスクたちの一条のこと、で二派に分かれるのか。アッダー・アスタリスクは彼らが稼いだ、悪、ことゆえに、彼らを、不信仰と名目に、陥れたまうたというのに。あなた方は、アッダー・アスタリスクが迷わせたまうたものを導こうと望んでいるのか。誰であろうとアッダー・アスタリスクが迷わせられた者に、あなたが彼のための、導きの、道を見出すことなど、ないのだ。彼らは自分たちが不信仰に陥ったように、あなた方も不信仰に陥り、彼らの、同類になることを望んでいる。ならば、彼らがアッダー・アスタリスクの道において移住アスタリスクするまでは、彼らのうちから盟友を得てはならない。そしてもし彼らが、移住アスタリスクを拒んで、背を向けたならば、
彼らを捕らえ、見つけ次第、彼らを殺すのだ。彼らのうちから盟友も援助者も、得てはらない。ただし、あなた方と盟約を結んでいる民のもとに身を寄せる者たちの一条、あるいはあなた方と戦うことも、自分たちの民と戦うことも嫌がって、あなた方のところへやってきた者たちには別である。もしアッター・アスタリスクがお望みならば、彼は彼らをあなた方に対して威勢強くさせ、その結果、彼らはあなた方の敵と共にあなた方と戦ったことであろう。もし、彼らがあなた方から身を引いてあなた方と戦わず、あなた方に和平を申し出るならば、アッター・アスタリスクはあなた方に彼らへの戦いという道をお許しにはならない。あなた方は、あなた方から安全を望み、また、不信仰者アスタリスクである、自らの民からも安全でありたいと望む、別の者たちの一条を見出すであろう。彼らは、不信仰への試練に戻されるたび、そこに転落する。そして、彼らがもしあなた方との戦い、絡みを引かず、あなた方に和平も申し出ず、また、攻撃の手を止めもしないのなら、彼らを捕らえ、捕獲し次第、彼らを殺すのだ。それらの者たちに対してこそ、我らアスタリスクはあなた方に、交戦の明白な根拠を授けたのである。信仰者が信仰者を殺めることがあってはならない。ただし、過失の場合は別である。それで過失から信仰者を殺めてしまった者には誰でも、信仰者の首一つの解放の一条と、その遺族への代償金に、が義務付けられる。だが、彼ら、被害者の遺族、が、免責を、施してやる場合は別である。また、彼、被害者、があなた方に敵対している民に属する信仰者であったら、信仰者の首一つの解放。また、彼、被害者、があなた方と盟約を結んでいる民に属するものであったら、その遺族への代償金と、信仰者の首一つの解放。そして、信仰者の奴隷やスタリスク、あるいはそれを解放する財産を乱せない者は、アッター・アスタリスクが介護を受け入れになるよう、連続2ヶ月の再会アスタリスクを義務付けられる。アッター・アスタリスクはもとより、全知者、英知あふれるアスタリスクお方であられる。一方、誰であろうと信仰者を故意に殺める者、その報いは地獄である。彼は、そこに永遠に止まる。そしてアッター・アスタリスクは彼を怒りになり、彼を呪われの一条、彼のためにこの上ない懲罰をご用意になる。2. 信仰する者たちよ、あなた方がアッター・アスタリスクの道に出征するときは、ことを慎重に見極めるのだ。そしてあなた方に、イスラーム・アスタリスクの挨拶をするの一条者に向かって、現世の生活のつまらぬ利益を求めつつ、あなたは信仰者ではない、と言ってはならない。アッター・アスタリスクのおもとにこそ、ふんだんな褒美があるのだからに。あなた方もかつてはそうであったのだが、アッター・アスタリスクがあなた方にお恵みを与えてくださったのださん。ならば、慎重に、見極めよ。本当にアッター・アスタリスクは、もとより、あなた方の行うことに通行されているお方。信仰者のうちで支障もないのに、出征せずに家に、居残る者たちと、アッター・アスタリスクの道において自らの財と命をかけて奮闘する者たちは同等ではない。自らの財と命をかけて奮闘する者たちを、アッター・アスタリスクは、師匠ゆえに、居残る者たちよりも、一段階上に置かれた。アッター・アスタリスクはそのいずれにも、最善の者の一条をお約束されたのだ。そしてアッター・アスタリスクは、奮闘する者たちを居残る者たちの上に、偉大な褒美でもって優越させられたのだ。それらの褒美とは、彼からの数々の位の一条と、お許しと、ご慈悲である。
アッダーアスタリスクはもとより、許し深いお方、慈愛深いアスタリスクお方であられる。本当に、自分自身に不正アスタリスクを働いた状態のまま、天使アスタリスクたちに、その魂を、召された者たちの一条は、破滅した、天使アスタリスクたちは、彼らを咎めて、言う、あなた方は、生前、宗教に関して、どのような状態にあったのか、彼らは、答えて、言う、私たちは、地上で抑圧されていた者たちでしたに。彼ら、天使アスタリスクたちは、言う、アッダーアスタリスクの地は広大であり、あなた方はそこで移住アスタリスクすることができたのではないか。三、それらの者たちの住処は地獄である。それはなんと悪い帰りところであることか。しかし、移住アスタリスクする、柵も立てられず、道も知らなかった、男たち、女たち。子供たちという弱者たちの一条は別である。それらの者たちは、アッダーアスタリスクが多めに見てくださろう。アッダーアスタリスクはもとより、罪をよく感受されるお方アスタリスク、許し深いお方であられる。アッダーアスタリスクの道において移住アスタリスクする者は誰でも、地上に広い避難所とゆとりを見出すであろう。そして、アッダーアスタリスクとその使徒アスタリスクのもとに移住アスタリスクすべく自分の家を後にし、それから目的地に到達する前に死を迎える者は誰でも、その褒美が必ずやアッダーアスタリスクのおもとで確定するのだ。アッダーアスタリスクはもとより許し深いお方、慈愛深いアスタリスクお方。信仰者たちよ、あなた方が地上を旅するとき、もし不信仰に陥った者アスタリスクたちが危害を加えてくる恐れがあるならば、礼拝を短縮してもあなた方に罪はないの一条。本当に不信仰者アスタリスクらは元来、あなた方にとっての紛れもない敵である。また、預言者アスタリスクよ、あなたが彼らと共に戦場にあり、彼らを率いて礼拝するときの一条には、彼らを二つの集団に分け、その一団をあなたと共に礼拝に立たせ、彼らに自分たちの武器を持たせよ。そして彼らがサジダアスタリスクするときには、別の一団をあなた方礼拝中の一団の後ろにいさせて、護衛させるのだ。それから、まだ礼拝していないその別の一団に来たさせて、あなたと共に礼拝させよに。そして用心させ、武器を持たせるのだ。不信仰に陥った者アスタリスクたちは、あなた方が自分たちの武器や装備品をおろそかにし、それで彼らがあなた方に一斉に襲いかかれたなら、と望んでいる。もし雨による害があったり、あなた方が病気だったりしたら、自分たちの武器を置いても、あなた方に罪はない。用心せよ。本当にアッダーアスタリスクは不信仰者アスタリスクたちに、屈辱的な懲罰をご用意なされたのだ。そしてあなた方が礼拝を終えたならば、立ったまま、座ったまま、横たわったまま、アッダーアスタリスクを称念せよ。そして安全になったら、通常通りの形で礼拝を遵守アスタリスクせよ。本当に礼拝はもとより、信仰者に対して帝国に義務付けられているのだから。あなた方は、敵を追うことに弱気になってはならない。あなた方が苦しかったとしても、本当に彼らも、あなた方が苦しむように苦しんでいるのだから。しかもあなた方は、彼らが期待して違背ないものの一条をアッダーアスタリスクから期待している。アッダーアスタリスクはもとより、全知者、英知あふれるアスタリスクお方。使徒アスタリスクよ、本当に我らアスタリスクは、あなたに真理の経典を下した。それは、アッダーアスタリスクがあなたにお示しになったものによって、あなたが人々の間を裁くためである。そして、欺く者たちの弁護者となってはならないの一条。
そしてアッターアスタリスクのお許しを乞うのだ。本当にアッターアスタリスクは、もとより、許し深いお方、慈愛深いアスタリスクお方なのだから。そして、罪を犯すことによって、自らを欺く者たちを弁護してはならない。本当にアッターアスタリスクは、欺瞞に満ち、罪に溺れた者をお好みにはならないのだから。彼らは人々から自分たちの罪を隠そうとはするが、アッターアスタリスクから隠そうとはしない。彼らが彼のお喜びにならない言葉を夜中に企むの一条時でも、彼は彼らと共におられるにというのに。アッターアスタリスクはもとより、彼らの行うことをことごとく包囲アスタリスクされているお方。ほら、本当にあなた方という人たちは、現世の生活において彼らを弁護した。では誰が復活の日アスタリスクに、アッターアスタリスクに対して彼らを弁護するのか？いや、誰が彼らの代理人となるのか？悪事を行ったり、自らに不正アスタリスクを働いたりしても、その後アッターアスタリスクに自分の罪のお許しを乞う者は誰でも、アッターアスタリスクが許し深いお方、慈愛深いアスタリスクお方であるのを見出すであろう。また、誰であろうと罪を犯す者は、自分自身を害すべくそれの一条を稼いでいるに外ならない。アッターアスタリスクはもとより、全知者、英知あふれるアスタリスクお方であられる。そして過ちや罪の一条を犯した後、それを無実のものにすりつける者は誰でも、確かに大嘘と紛れもない罪を背負い込んでいるのだ。死とアスタリスクよ、もしあなたへのアッターアスタリスクの恩寵とご慈悲がなかったならば、彼らの一派は、あなたを迷わそうと思い立ったであろう。彼らが迷わせるのは自分自身に外ならず、彼らがあなたを害することなど、少しもできやしないのだが。アッターアスタリスクはあなたに経典と英知の一条を下し、あなたが、かつて、知らなかったことを教示された。そして、あなたに対するアッターアスタリスクのご恩寵はもとより、偉大なのである。彼らの密談の多くは無益である。ただし、施しや善事の一条、人々の間の調停を命じる者の密談は別である。アッターアスタリスクのご満悦を望んでそうする者には誰でも、我らアスタリスクがやがて、この上ない褒美を授けよう。また、誰であろうと、自らに導きが明らかになった後に及んで死とアスタリスクに歯向かい、信仰者らの道以外のものを追求する者、我らアスタリスクは彼を彼が向かった者へと放っておき、地獄に入れて炙ってやる。それはなんと悪い帰りところであろうか。本当にアッターアスタリスクは、彼と共に何かが並べられること、シルクアスタリスク、大許しになることはないが、それ以外のことは、お心にかなうものにお許しになる。アッターアスタリスクに対してシルクアスタリスクを犯す者は誰でも、実に遥か遠くへ迷い去ってしまっているのだ。彼らは、彼、アッターアスタリスク、お差し置いて女性の一条に祈っているに過ぎない。そして彼らは、アッターアスタリスクに対し、反逆的なシャイターンアスタリスクに祈っているに過ぎないのだ。アッターアスタリスクは彼、シャイターンアスタリスク、を呪われたの一条。そして、シャイターンアスタリスクはこう、言った、私はあなたの僕たちのうちから、一定の取り分にを必ずやいただいてみせましょう。また彼らを迷わせ、無双にふけらせ、て私に従わせ、彼らに命じて家畜の耳を切断させるようにしましょう。
また私は彼らに命じて、アッダーアスタリスクの創造を変えさせましょうの一条。誰でもアッダーアスタリスクを差し置いてシャイターンアスタリスクを盟友とする者は、確かに明らかな損失を被っているのだ。彼、シャイターンアスタリスクは彼らに、嘘の約束をし、虚妄と欺瞞の無双を膨らませる。そしてシャイターンアスタリスクが彼らに約束するのは、欺き以外の何者でもない。それらの者たち、彼らの住処は地獄である。彼らはそこからの、いかなる逃げ道も見出すことがない。我らアスタリスクは信仰して正しい行いアスタリスクを行う者を、その下から川が流れる楽園に入れてやろう。彼らは、そこにずっと永遠に泊まる。アッダーアスタリスクの真なるお約束を、信仰者たちにお約束になったのだ。一体、アッダーアスタリスクよりも真実の言葉を語る者などいようか。ムスリムアスタリスクたちよ、アッダーアスタリスクのお約束とは、あなた方の無双によるものでもなければ、経典の民アスタリスクの無双によ、って得られるものでもない。悪事を行う者は誰でもその報いを受けるのであり、その者はアッダーアスタリスクの外に、自分にとってのいかなる庇護者や援助者も見出すことがないのだ。の一条。そして男性であれ女性であれ、誰であろうと信仰者で正しい行いアスタリスクを行う者、それらの者たちは天国に入る。彼らは、反転の一条一つほども不正アスタリスクに扱われることはない。誰であろうと、善を尽くすものでありつつ、アッダーアスタリスクのみに顔を向けて服従しの一条、純正なにイブラーヒームアスタリスクの教えを踏襲するものよりも、良い宗教のものがいようか。アッダーアスタリスクはイブラーヒームアスタリスクを、彼に、近しいものとされたのである。そして書店にあるものも大地にあるものも、すべて、アッダーアスタリスクのもの。アッダーアスタリスクはもとより、すべてを包囲されているアスタリスクお方。預言者アスタリスクよ、彼ら、人々は、女性たちに関する法規定について、あなたに教示を請う。言ってやるがいい、アッダーアスタリスクは、彼女らについて教示を下される。また、経典の中であなた方に読み聞かされることの一条が、教示を下す。あなた方が、権利として、定められたものにを与えず、また結婚させようともしない三、女の孤児たちについて。そして子供らのうちでも、か弱い者たちと、あなた方が孤児を公正に待遇しなければならないことについて、教示を下す。あなた方がどんな善行を行っても、本当にアッダーアスタリスクはもとより、それをご存知になるお方であられる。もし女性、妻、がその主人、夫、に連れなくされたり、避けられたりすることを知ったのであれば、二人が互いに和解の一条し合っても罪はない。和解が、より良いのである。貪欲さは人間と切っても切れないのだがに。そして、もしあなた方が、妻に対して、良くしてやり、彼女らに関してアッダーアスタリスクを、恐れるアスタリスクのであれば、本当にアッダーアスタリスクは、もとより、あなた方のなすことすべてに通行され、それらの善行にお報いくださるお方である。男たちよ、あなた方はたとえ賢明になったとしても、女性、妻、たちを愛情において、平等に扱うことなどできない。ならば、あなた方は、妻を、完全にほったらかしにして、彼女をチューブラリンの状態にしてはならないの一条。そしてあなた方が、妻に対する義務において行いを、ただし、彼女らに関しアッダーアスタリスクを、恐れるアスタリスクならば、本当にアッダーアスタリスクはもとより許し深いお方、慈愛深いアスタリスクお方なのである。
そしてもし彼ら二人が離縁するなら、アーター・アスタリスクがその豊かさで両人の必要を満たしてくださろう。アッター・アスタリスクは元より高齢アスタリスクなお方、英知あふれるアスタリスクお方であられる。初天にあるものと大地にあるものは、アッター・アスタリスクのもの。そして我らアスタリスクは、あなた方以前に経典を与えられた者たちと、あなた方、ムハンマドアスタリスクの共同体に、アッター・アスタリスクを恐れよアスタリスクと確かに命じた。たとえ、あなた方が不信仰に陥ろうとも、書店にあるものと大地にあるもの、すべては、アッター・アスタリスクのもの。アッター・アスタリスクはもとより、満ち足りておられるアスタリスクお方、称賛されるべきアスタリスクお方であられる。そして書店にあるものと大地にあるものは、アッター・アスタリスクのもの。アッター・アスタリスクはすべてを受け負われるアスタリスクお方として、万全であられる。もし彼がお望みになれば、人々よ、あなたを滅ぼし、別の民を出現させたまうであろう。アッター・アスタリスクはそもそも、それがおできのお方。現世の褒美を欲する者があっても、アッター・アスタリスクの身元には現世と来世の褒美がある。アッター・アスタリスクはもとより、よくお聞きになられるお方、よくご覧になられるお方。信仰する者たちよ、公正を貫く者、アッター・アスタリスクのための証言者となれ。たとえそれがあなた方自身やあなた方の両親。近親に不利であろうとも、証言されるものが、豊かであろうと、貧しかろうと、アッター・アスタリスクの方が、あなた方よりも、彼らに近いの一条のだから。ならば、私欲に従って、公正さから、逸脱してはならない。もし、あなた方が、証言を、ねじ曲げたり、するべき証言を、放棄したりしても、本当にアッター・アスタリスクはもとより、あなた方の行うことに通行されているお方、であり、それに対して報われるのだ。信仰する者たちよ、アッター・アスタリスクと彼の使徒アスタリスク、彼、アッター・アスタリスクがその使徒アスタリスクにお下しになった経典、クルアーン・アスタリスク、と、それ以前に彼がお下しになった、すべての経典を信じよ。そしてアッター・アスタリスクと書天使アスタリスク、書啓介、書使徒アスタリスク、最後の日アスタリスクを否定する者は誰でも、実に、真理の道から、はるか遠く迷い去っているのだ。本当に、信仰に入り、その後に不信仰に陥り、その後信仰に戻り、それから不信仰に陥り、それから不信仰を募らせ、固執し続ける者たちの一情は、アッター・アスタリスクがお許しにもならないし、真理の道へとお導きになることもない。使徒アスタリスクよ、偽信者アスタリスクたちに吉報を告げてやれの一情。彼らには痛烈な懲罰がある。彼らは、信仰者たちを差し置いて、不信仰者アスタリスクらを盟友とする者たちの一条。彼らは、彼ら、不信仰者アスタリスクらのもとに牽制を求めるというのか。本当に、すべての牽制は、アッター・アスタリスクにこそ属するというのに。彼、アッター・アスタリスクは、その経典の中で、あなた方に確かに、こう、下された、アッター・アスタリスクの未調の一条が否定され、嘲笑されるのを聞いたら、彼らがそれとは別の話題に移るまで、彼らと同席してはならない。本当にあなた方は、そうすれば、彼らと同類なのだから、に。本当にアッター・アスタリスクは、偽信者アスタリスクたちと不信仰者アスタリスクたちをみんな、地獄にお集めになる。信仰者たちよ、彼ら偽信者アスタリスクたちは、あなた方に、災難が降りかかるのを、待ちわびる者たちである。あなた方にアッター・アスタリスクからの勝利があれば、
彼らは、あなた方に、こう、言う、私たちは、あなた方と一緒だったではないか。ノイチ城、そして、もし不信仰者アスタリスクたちの方に分け前にがあれば、彼らに向かって、こう、言う、私たちはあなた方の上に君臨していた、が、あなた方に危害は加えずにおいてやった、ではないか。そして、信仰者たちからあなた方を守ってやったではないか、アッターアスタリスクは復活の日アスタリスク、あなた方の間をお裁きになる。そして、アッターアスタリスクが不信仰者アスタリスクたちに、信仰者たちに対する勝利の道をお授けになることはない。本当に偽信者アスタリスクたちは、アッターアスタリスクを欺いている、と思っている。実際は、彼が彼らを欺いているのだがの一条。また、彼らが礼拝に立つときには、億劫そうに立ち上がる。人々に対する見せかけのためであり、アッターアスタリスクを少ししか念じることがない。彼らは、これらの者たちにでもなければ、これらの者たちに属するのでもなく、その間をあたふたとするの一条。誰であろうと、アッターアスタリスクが迷わせられる者に、あなたが彼のための導きの道を見出すことはない。信仰する者たちを、不信仰者たちを差し置いて不信仰者アスタリスクたちを盟友としてはならないの一条。一体、あなた方は自分たちの信仰の不誠実さに対する紛れもない証拠を、アッターアスタリスクに差し出すことを望むのか。本当に偽信者アスタリスクたちは、地獄の豪華の最下層に居続けることになる。そして、使徒アスタリスクよ、あなたは彼らに対する、いかなる援助者も見出すことなどない。だが介護して、心身を、ただし、アッターアスタリスクの教えにしっかりとすがりつき、その崇拝アスタリスク行為をアッターアスタリスクだけに真摯に捧げるの一条者たちは別である。それらの者たちは、信仰者たちと共にあるのだ。そしてアッターアスタリスクはやがて、信仰者たちに偉大な褒美をお授けになろう。もしあなた方が感謝し、信仰するならば、アッターアスタリスクがあなた方を罰されたりすることがあろうか。アッターアスタリスクはもとより、よくねぎらわれるアスタリスクお方、全知者であられる。アッターアスタリスクは、人が悪い言葉の一条を口外するのをお好みにはならない。ただし、不正アスタリスクをかぶった者はその限りではないがに。アッターアスタリスクは、もとより、よくお聞きになるお方、全知者であられる。たとえ、あなた方が良いことを公にしようが、それを隠しておこうが、あるいは他人の悪を多めに見ようが、多めに見ることが最善なのだ。アッターアスタリスクこそはもとより、よく感受されるアスタリスクお方、全能のお方なのだから。本当に、アッターアスタリスクとその使徒アスタリスクたちを否定し、アッターアスタリスクとその使徒アスタリスクたちの間を分断しようとしの一条。また、私たちは、使徒アスタリスクのあるものは信じるが、別のあるものは否定する、と言って、その狭間にに、名門の道を見出すことを望む者たち。それらの者たちこそは、真に不信仰者アスタリスクである。我らアスタリスクは不信仰者アスタリスクたちに対し、屈辱的な懲罰を用意しておいた。また、アッターアスタリスクとその使徒アスタリスクたちを信じ、彼らのうちの誰も分け隔てしなかった者たち、それらの者たちには、彼、アッターアスタリスクがやがて、その褒美を与えてくださる。アッターアスタリスクはもとより、許し深いお方、慈愛深いアスタリスクお方。使徒アスタリスクよ、経典の民アスタリスク、ユダヤ教徒アスタリスクはあなたに、
天から彼らのもとに書を下すよう注文をつけるの一条。驚くことはない。彼らは、それ以前にも、ムーサーアスタリスクに対し、それよりも大それたことを注文し、確かに、こう、言ったのだから、アッダーアスタリスクを私たちに、しかと見せてみよ。そしてその不正アスタリスクゆえに、彼らを稲妻が捕らえ、彼らは死んでしまったに。それから彼らは、蘇らされ、名将さんが彼らのもとに訪れた後で、子牛を、崇拝アスタリスクの対象と、なしたの四条。それで我らアスタリスクはそれについて多めに見たのである。また、我らアスタリスクはムーサーアスタリスクに、紛れもなき証拠の五条を授けたのだ。また我らアスタリスクは、彼らの確約の不履行、ゆえ、彼らの頭上に山を高く掲げたの一条し、彼らに、身を低めて慎んで門に入るがよいに、と言ったし、また彼らに、土曜の安息、美に違反するのではないさん、とも言った、が、彼らはそれに背いた。そして我らアスタリスクは、彼らからおごそかなる確約を取ったのだ、が、彼らはそれも破棄した。彼らの確約の破棄と、アッダーアスタリスクの未調の否定、預言者アスタリスクたちの不当な殺害、私たちの心は覆われている、から、あなたの言うことがわからない、という言葉ゆえ、我らは彼らを呪ったの一条のだ。いや、アッダーアスタリスクは彼らの不信仰ゆえに、それら、彼らの心を塞がれたのである。それで彼らは、わずかばかりしか信仰することがないのだ。また、彼らの不信仰と、マルヤムアスタリスクについてこの上ない大嘘の一条を言ったことゆえ、我らは彼らを呪った。また彼らの、本当に私たちはマルヤムアスタリスクの子息マシーフアスタリスクイーサーアスタリスク、アッダーアスタリスクの子とアスタリスクを殺したぞ、という言葉ゆえに、我らアスタリスクは彼らを呪ったのだ。彼らは、彼を殺してもいなければ、貼り付けの刑にもしていない。だが、彼らには似通って見えたのだの一条。本当に、彼について意見をことにした者たちは、まさしくそこにおいて疑念の中にあったに。彼らはそのことについてわずかばかりの知識もなく、ただ憶測に従っていたに過ぎない。そして彼らは、確信を持って彼を殺したわけではなかったのだ。いや、アッダーアスタリスクは彼、イーサーアスタリスクを、彼の身元に、魂と肉体と共に、お召しになったのである。アッダーアスタリスクはもとより、技力並びないアスタリスクお方、英知あふれるアスタリスクお方。経典の民アスタリスクのうちのいかなる者も、彼、イーサーアスタリスク、が、降臨し、それから、死を迎えるまでには、必ずや彼を信仰することになるのだの一条。そして復活の日アスタリスク、彼は彼らへの証人となるに。また、ユダヤ教徒アスタリスクである者たちの不正アスタリスクゆえ、我らアスタリスクは、本来、彼らに合法とされていた善記物を、彼らに禁じたの一条。また彼らが、自分たちと人々を、アッダーアスタリスクの道からひどく阻んだゆえ、そうしたのだ。また彼らが、それを禁じられているにもかかわらず、利息アスタリスクをせしめたり、他人の財産を不当に貪ったりしたことゆえに、それらを禁じたのである。そして我らアスタリスクは、彼らのうちの不信仰者アスタリスクたちに、痛ましい懲罰を用意しておいた。しかし彼らのうち、知識が深く根ざした者たちと信仰者たちは、死とアスタリスクよ、あなたに下されたもの、クルアーンアスタリスク、と、あなた以前に下されたものの一条を信じる。また、礼拝を遵守するアスタリスク者たちに誉れあれ、彼らは、常在アスタリスクを払う者たちと、アッダーアスタリスクと最後の日アスタリスクを信じる者たちである。
それらの者たち、我らアスタリスクはやがて彼らに、この上ない褒美を授けよう。本当に我らアスタリスクは、ヌーフアスタリスクとそれ以後の預言者アスタリスクたちに啓示したように、使徒アスタリスクよ、あなたにも啓示を下した。また我らアスタリスクは、イブラーヒームアスタリスク、リスマーイールアスタリスク、リスハークアスタリスク、リアークーブアスタリスク、諸子族の一女、イーサーアスタリスク、アイユーブアスタリスク、リューヌスアスタリスク、ハールーンアスタリスク、スライマーンアスタリスクにも啓示を下した。そしてダーウードには、書簡2を授けたのだ。また、我らアスタリスクが以前、あなたに語って聞かせた使徒アスタリスクたちと、まだあなたに語って聞かせてはいない使徒アスタリスクたちを、使わした。そしてアッターアスタリスクはムーサーアスタリスクに、直々に語りかけられたのだ。吉報を伝え、警告を告げるの一条使徒アスタリスクたちを、我らアスタリスクは、使わした。それは使徒アスタリスクの到来の後、人々にアッターアスタリスクに対する弁解の余地がないようにするためであるに。アッターアスタリスクはもとより、威力並びないアスタリスクお方、英知あふれるアスタリスクお方。しかし、使徒アスタリスクよ、あなたを否定する者がいようと、アッターアスタリスクは、あなたに下したまうたものを証言されるの一条。彼はそれを、そのご知識とともに下されたのだ。また天使アスタリスクたちも証言する。アッターアスタリスクだけで、証人は十分なのだ。本当に、あなたを否定し、自分たちと人々を、アッターアスタリスクの道から阻んだ者たちは、確かに遠く迷ってしまった。本当に、アッターアスタリスクとその使徒アスタリスクを否定し、不正アスタリスクを働いたの一条者たち、アッターアスタリスクは彼らをお許しにはならないし、彼らをイスラームアスタリスクの道へとお導きになることもない。彼らがそこに、ずっと永遠に止まることになる地獄への道以外、彼らが導かれることはないのだ。それはアッターアスタリスクにとって、もとよりたやすいこと。人々よ、使徒アスタリスク、ムハンマドアスタリスクは確かに、あなた方の主アスタリスクの御元から真理を携えて、あなた方の元に到来した。ならば信じよ、それがあなた方にとってより良いこと。そして、もしあなた方が不信仰であろうと、アッターアスタリスクはあなた方のことなど必要とはされない。本当にアッターアスタリスクにこそ、諸天と大地にあるものが属するのだからの一条。アッターアスタリスクはもとより、全知者、英知あふれるアスタリスクお方であられる。経典の民アスタリスクであるキリスト教徒アスタリスクよ、あなた方の宗教において正しい信仰に反して行き過ぎてはならないし、アッターアスタリスクについて真理以外を語ってはならない。本当にマシーフアスタリスク、マルヤムアスタリスクの子イーサーアスタリスクは、アッターアスタリスクの使徒アスタリスクであり、彼、アッターアスタリスクがマルヤムアスタリスクにジブリールアスタリスクを介して投げかけられた彼の御言葉の一条であり、彼による魂にである。ならば、アッターアスタリスクとその使徒アスタリスクたちを信じよ。そして、三位一体の神などと言ってはならない。そんなことを言うのはやめるのだ。それがあなた方にとってより良いこと。アッターアスタリスクこそは唯一の崇拝アスタリスクすべき存在なのだから、子供があるなどということから、無縁な、彼に、たたえアスタリスクあれさん。諸天にあるものと大地にあるものは、彼にこそ属する。そして、すべてを受け負われるお方アスタリスクは、アッターアスタリスクだけで十分なのである。
マシーフアスタリスク、ギーサーアスタリスクは断じて、アッターアスタリスクの僕であることを尊大にも拒んだりはしない。また、彼のお旗に仕える天使アスタリスクたちも同様である。そして誰であろうと、彼、アッターアスタリスクの崇拝アスタリスクを尊大にも拒み、思い上がる者は、彼がやがて、その行いに対して報いるべく、彼の身元に全員、召集したまう。それで信仰し、正しい行いアスタリスクを行った者たちといえば、彼、アッターアスタリスクが彼らにその褒美をふんだんにお授けになり、その後恩寵から彼らにさらに上乗せしてくださる。また、アッターアスタリスクへの服従を、尊大にも拒み、思い上がった者たちはといえば、彼が彼らを痛ましい懲罰でもって罰されるのだ。そして彼らはアッターアスタリスク以外に、自分たちのためのいかなる庇護者も援助者も見出すことがない。人々よ、あなた方の主アスタリスクからの名称が確かに、あなた方のもとに到来した。そして我らアスタリスクはあなた方に、解明の光を下したのだ。ノイチ城。アッターアスタリスクを信じ、彼にすがりついた者たちはといえば、彼、アッターアスタリスクがやがて彼らを、そのご慈悲とご恩寵の中にお入れくださろう。そして、天国へと続く、まっすぐな道を、彼のおもとへと導いてくださるのだ。預言者アスタリスクよ、彼らはあなたに矜持を請う。いえ、アッターアスタリスクは、親も子もない者の遺産相続について、あなた方にご矜持される。もし子供、もう親、もないが、同父母あるいは異母、姉妹が一人だけいる男性が他界したのであれば、彼女には彼が残したものの半分がある、同じ状況の一条において、彼は、彼女の全遺産を相続するもし、彼女に子供と親がなかったのならば、だが、もし遺産を残して他界した、子供も親もない男性に、二人の同父母あるいは異母、姉妹があれば、彼女たち二人には、彼が残したものの三分の二がある。そして、もし彼らが男女からなる、同父母あるいは異母の兄弟姉妹であれば、男性には女性の倍の取り分がある。アッターアスタリスクはあなた方が迷わぬよう、あなた方に命じしたまう。アッターアスタリスクはすべてのことをご存知のお方である。